18. はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作ゲームの情報を紹介していきたいなと思います。本日の内容はこちら、ホライゾン禁じられたセーブの新要素などを紹介ということでね、ホライゾンいよいよやってまいりました。禁じられたセーブが先週ね、新しく予告編とかいろいろプレイ映像とか出てきて、すごい大きいニュースになってたんですけれども、ホライゾンだけじゃなくて、実はいくつかね、大きいゲームの新しいゲームプレイ映像とか発売日とかがね、新たに発表されたりしてて、今日はその辺のことをね、紹介していきたいなと思います。で、本日の動画の概要なんですけれども、まず最初に今言った今年発売予定のオープンワールドのアクション RPG がいくつか、3つほどあるんですけれども、これがすごく大きい、朝栗並みの大きいタイトルなんですね。なのでこれを軽くね、ざっと紹介して、で発売日があるやつは発売日とかも紹介して、で次にホライゾン、これについて紹介して、ホライゾン特に禁じられたセーブですよね、ホライゾン2と言っていいと思うんですけれども、でホライゾン2の新要素を次に紹介して、で最後に禁じられたセーブのそのあらすじみたいなのね、紹介して終わりにしたいなと思います。で今年発売予定のオープンワールド RPG、 アクション RPG なんだけれども、まず一つ目がホライゾン禁じられたセーブですよね。これは今年の後半に発売予定ということになっていて、まあ確定ではないんだけれども、ホリデーシーズンのどこかで発売だろうと、つまり夏か、まあクリスマスのあたりに発売なんじゃないかという予想は言われてるんですけれども、これは全くわかりません。でダイングライト2、これも発売なんですね。でこれは先週大きいその発表動画みたいな、発表ライブみたいのがあって、ついにですね、発売日が発表されたんですね。でそれが2021年今年の12月7日ということなんですね。クリスマス始まるところですよね、本当に。だからダイングライト2もね、すごい楽しみにしてるゲームではあるんで、当チャンネルでもね、ずっと追っかけては来てるゲームではあるので、これもね、まあ、別の動画でこれは紹介していきたいなと思います。でもう一つが、私はあんまりよく知らなかったんだけども、ファークライ6というのが UBI ソフトから発売されるんだけども、これもかなり話題になっていて、ゲームプレイ映像が出たんだけど、これがねすごいね、面白いんですね、面白そうなんですね。なのでみんなファークライはあんまり期待してなかったみたいな人たちが海外では多かったんだけれども、6のそのゲームプレイを見て、これちょっと面白そうだぞみたいな意見が、手のひら返しじゃないけど、これはちょっとすごい注目だみたいなね、意見がかなり出ているので、これもねちょっとまた別の動画でね、私たちも紹介したいなと思います。でファークライ6は2021年の10月7日発売予定ということで、一番最初にね発売予定ということになってるんですね。でただこのファークライ6の10月って、この次の週ぐらいにバックフォーブラッドがね発売なんですね。でうちのチャンネルはバックフォーブラッドをかなり注目しているので、ファークライ6が発売日までクリアまで配信みたいなのはできないかもしれないんだけれども、まあいずれにせよファークライ6で、私も面白そうだなと思いながら見てたんで、いつかね他の動画で紹介していきたいなと思います。で当チャンネルではね、一応アンケートを取ってみたんですよ。どのゲーム、今言ったゲームの中でどれが一番その注目で楽しみにしてますかみたいなアンケートを取った結果、まあ、1700人ものね人がそのボートしてくれまして、ありがとう、ご協力ありがとうございますという話なんですけれども、その結果ですね、驚いたことにホライゾンゼロドーン禁じられたセーブ、これがすごい注目を集めてるんですね。やっぱりまあ売り上げから見てもこれが一番今まで大きいから、確かにまあ その通りかなという感じなんだけど、でもよく見るとダイングライト2とかファークライ6とかバックフォーブラッドもそれなりに注目を集めてるんですよね。だから結構なんていうか、ホライゾンがすごい伸びてるように見えるけど、その数的にはダイングライト2もファークライ6もバックフォーブラッドも注目を集めてるという感じだと思います。なのでね、その今日はホライゾンゼロドーン禁じられたセーブを紹介しますけれども、別の動画でさっきも言ったようにダイングライト2とかファークライ6、これも新情報とか出たらね、これからもうすぐ再来週ぐらいにE3 っていうゲームショーがねあったりするんで、そこでまた大きく情報が出てくると思うんでね、その辺のこととかも今後紹介していきたいなと思います。で当チャンネルではこれらのゲーム発売日がねばらけているので、まあ、全部いっぺんだとねちょっと大変なんだけれども、ばらけているから、これだったらプレゼント企画できるなと思ったので、まあ、日頃のね皆さんのご視聴とコメントとかのね感謝の気持ちを込めて、全部のゲームのプレゼント企画をしたいなと思います。多分1つにつき2人ずつだと思うんだけれども、
あの応募してくれた方にね、あの発売日か発売日の次の日ぐらいにはプレイできるようにそのゲームをプレゼントしたいなと思っていますので、応募条件はチャンネル登録のみとなります。でもっと発売日が近づいたらね、詳しく発表していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかね、よろしくお願いいたします。それではですね、ホライゾン、あの禁じられたセーブの情報を紹介していきたいなと思うんですけれども、ホライゾンどんなゲームかって言いますと、三人称視点のオープンワールドアクション RPG なんですね。なのでまあ朝クリみたいなタイプのゲームと思ってくれていいと思うんだけれども、さっき言ったゲームの中でホライゾンだけが三人称視点 TPS のゲームなんですね。あ、ダイングライト2とかあのファークレイ6は FPS 一人称視点のゲームなんですね。だからその差もあるのかなとは思うんですけれども、でも TPS のねオープンワールドアクション RPG ということで、ほとんどの人がとっつきやすいんじゃないかなっていう感じではありますよね。シングルプレイでプレイステーション専用タイトルとして発売されてるんですね。今回もプレイステーション専用タイトルとして発売されて、まあ1年後ぐらいとかにその PC 版とか他のコンソールとか他のプラットフォームでもできるようにみたいな感じになってるんだけれども、今回のその禁じられたセーブも似たような感じになるんじゃないかということになっております。2017年に PS4 用に発売されたゼロドーン、ホライゾンゼロドーンの続編ということなんですね。ストーリーも完全につながっていると、主人公も一緒ということになっております。でどんな舞台かっていうと、文明崩壊後の未来が舞台の SF ストーリーなんですね。これがねすごい世界観なんですよ。めちゃくちゃ SF って感じのもうすごい世界観で、ネタバレになるようなことは言わないですけれども、まあ、ゾイドのようなね機械生命体が地上を支配しちゃってるんですね。歩き回ってて人を襲ってるという感じで、人類はもう本当なんていうのかな、もう文明なくてその狩猟時代みたいに戻ってると。でも使ってる武器とかはもう未来の武器のパーツとかを使って戦ってるみたいな、なんかそんな感じの世界観なんですね。で1000万本以上売れている超人気作品ということになってるんで、1000万本だから本当朝栗と並ぶよねみたいな勢いなんですけれども、で日本語完全対応で2021年の後半に発売予定ということになっております。おそらくクリスマスシーズンだろうということになってるんだけれども、ファンの間では夏じゃないのかみたいな、ゴーストブツシマみたいに発表されて すぐ発売みたいになるんじゃないのかみたいに期待されてるんだけれども、その辺は全然まだわからないと、まあ、新しいニュースがあったらねすぐお知らせしていきたいとは思います。で開発はオランダのゲリラゲームズっていうんだけれども、なんか発音的にゴリラゲームズってみんな言ってるように聞こえるんだけど、まあ、とにかくゲリラゲームズということで、販売はソニーインタラクティブエンターテインメントということになっております。でゲームエンジンがちょっと独特で、独自開発のデシマというゲームエンジンを使ってるんですね。これはデスストランディングとかアンティルドーンが採用しているゲームエンジンで、 PS4 でもすごく綺麗に描写ができるということなのかな。私もあまり詳しくは知らないんだけれども、技術的な面は。でもデスストとかねアンティルドーンとかすごくあの描写が綺麗ってことで有名だから、ホライゾンもすごく綺麗ということでね、ビジュアルがかなり高く評価されているゲームという感じです。それはまあデシマエンジンのおかげというのもあるんじゃないかなって感じですよね。で禁じられたセーブはPS4、PS5 向けに開発されてるんだけれども、PS4 でも快適にプレイできるように開発されているということが発表されております。PS4 の実機でちゃんと動くかどうかとか、プレイとかをして、それで確認してるということらしいんですね。だから PS4 しか持ってないよっていう人でも、ちゃんと遊べるように開発されてるということみたいです。これは嬉しいですよね。で2は1をやってなくても2からやっても一応楽しめる内容にはなっているということみたいで、だから1ではやってないよって人もまあそこまで心配しなくていいとは思うんですけれども、1やっていた方がもちろん楽しいと思いますっていう話だよね。これは1はすごいです本当にこれはね絶対やった方がいいんだけど、でも50時間ぐらいかかるんですね。朝栗とか対馬張りにその結構時間かかるゲームなので、面白いんだけど、なんていうのかな、さっとやってストーリーだけ把握してじゃあ2やろうとか、なんかそう軽く手出せる感じじゃないんですよね。だからまあ実況動画とかそういうのを見てね、そのどんなストーリーなのかっていう、どんな世界観なのかっていうのをね把握していくとすごい面白いんじゃないかなと思います。ではですね、その禁じられたセーブでもうそこら中で話題になってるんで皆さん知ってると思うんですけれども、新要素と言われてるところをね軽く紹介したいなと思います。でこの禁じられたセーブでは自由フリークライミングシステムが採用されるということらしいんですね。どこまでフリーかは分かんないんだけども、まあアサシンクリードバルハラは
そのフリークライミングでほとんどどこでも登れるということなんだけれども、ホライゾンのそのプレイ動画で紹介されてたのはスキャナーみたいのを使うと、デスストのスキャンみたいなんですよね、あれを使うとどこ登れるっていうのがこうやってこの光るなんかラインみたいので見えるようになるということなんですね。だから完全にどこでもってわけじゃないんだけれども、これを使うとどこ登れるとかね、どこにそのグラップリングフックみたいなのかけられるというのが見えるということなんですね。だから道を探すのに便利という感じですよね。でこれはグラップリングフックはプルキャスターっていうんですね。プルキャスターでのアクションとかシールドウィング、今タコみたいにブーンって降りてったやつ、これがまたね面白そうなアクションということで、戦略の幅を広げるということで、戦闘中にも使えるからこうやってダイナミックなね戦闘もできるということらしいんですね。これはアクションすごい面白そうだけど、難易度結構高そうだなとか思って見てたんだけど、このグラップリングフックのなんかかけ方がまた特徴的ですよね。ちゃんと空中で足を先にそのターゲットの方に向けてビューっていって足で着地するじゃないけどね、これかっこいいなとか思って見てたんだけど、で次が潜水マスクというのがあるらしいんですね。潜水マスクで水中にずっと潜ってられるということは、主人公の名前アーロイっていうんですけれども、このアーロイは水中にずっと潜ってられるようになるということで、水中探索みたいなのもねあるってことなんですね。だから3次元のなんていうか空飛ぶじゃないんだけど、水中で空飛ぶような動きもねできるようになるということなんじゃないかな。これは楽しみですよね本当に。でこのゲームの面白いところは、機械獣を主人公のアーロイ独特の能力なんだけど、テイムすることができるんですね。この仲間にすることができると、今みたいにでこうやって乗り物にすることができるんだけれども、2ではその仲間にできる機械獣の種類の幅がすごく広くなっているということで、たくさんの機械獣を仲間にできるということらしいんですね。これがすごい期待されてて、一番期待されてるのが空飛ぶ機械獣、これをテイムできるようになるんじゃないかと言われてるんですね。これは本当できたら面白そうだなって思うんだけど、1では技術的に難しくってその空飛ぶやつはできなかったけど、作りたかったという話は出てるらしいんですよね。だから2ではもしかして出るんじゃないかって言われてるんだけども、どうなるかちょっとわからないという感じですよね。で次に近接戦闘のコンボ技とか新しいスキルとかがたくさん出てきてて、近接格闘のね幅がかなり広がったということみたいです。で一番話題になってるのがこのバラージ、なんとかバラージって言うんだけど、これが新しい要素で、いろんな種類をこう槍につけて今のは敵をひるませるようなバラージなんだけど、右下の紫のメーター、これを消費してどうも撃つらしいんですね。でこの紫のメーターはなんか技みたいのを決めると、ヘッドショットとかなんかわかんないけど決めるとどんどん増えていくという要素みたいです。この辺はね話題にはなってるけど、まだわからないという感じです。であとはギミックとかその武器とか新しいのがいろいろ出てくるということで、敵が落としたそのビームライフル、パルスキャノンみたいなのとかも撃てるし、そのあとワークベンチに行けばいろいろこれらの武器は強化できるようになるし、そのあと敵の武器の種類も増えるってことだよね。だからあとよく話題になってるのがこのパチンコでスリングショットで、その今は粘液弾を打ち出してるけど、ちょっとだけ敵をひるませる粘液弾とか、あとは最初の方に煙玉みたいなのも出してるんですね、煙幕弾とか。だからそういういろんな種類の補助装備じゃないけど、補助消耗品っていうのかな、そういうのがいろいろ出てくるということみたいです。これはね結構覚えるのが大変かなみたいな、でもいろいろコンボ技とかね、そのなんかスキルとかいろいろ組み合わせていくの楽しいから、そういう要素がたくさんあるっていうのは嬉しいですよね。いやでもねすごい気合入ってるなと思うんだけれども、まあ、これは PS5 での映像らしいんですけれども、 60fps で撮ってるので高画質ということなんだけれども、 PS4 では 30fps で、あと画質も細かいところを少し下げることによって PS4 でも軽く動くように工夫してるということみたいです。でワールドについても一応アンケートじゃないインタビューでね発表されてたんですけれども、前作より少し面積的には広くなるかなぐらいなんだけれども、より多くのバイオームとかその水中探索とかそういう立体的なものとかもいろいろ出てくるようにしてて、まあ、1よりよりギュッと詰まったような世界とワールドマップになってるということみたいです。で最後にですね、禁じられたセーブのストーリーのあらすじなんですけれども、まずアーロイはその1であれですよね、なんで人類が滅んじゃったというか、こんな文明が崩壊しちゃったのかとか、その自分はどういう存在なのかとか、
その機械獣が一体何なのかとかね、なんで世界中に機械獣がいるんだとか、そういうのの謎を解いていくんだけれども、これをアーロイが止める力があったんですね。で止めたんですよね結局。なんだけれども、今回はそのアメリカが舞台なんだけど、アメリカの西海岸の方で何か起こってるというのを察知して、そっちに行こうとしてたというのが話の始まりらしいんだけれども、そこでなんかまた新たに会った敵がその機械獣を部下にしてるというかテイムしてるんですね。これはなぜだという話になってくるのと、あとはそれとは別に、なんか今世界中をこの赤い腐食みたいのが覆って広がりつつあるらしくって、これのせいでもう人間は死んでっちゃうし、作物は育たなくなっていっちゃうしみたいな、植物は枯れてくしみたいな感じで生き物がどんどん死んでいってるということらしいんですね。それの謎がどうつながってくるのかわかんないんだけれども、今回はその西海岸サンフランシスコを、まあ、舞台の最初としてその謎を解いていくということらしいです。これはねもう面白いね。ワンやってた人ならもうめちゃくちゃ楽しみだと思うんだけど、やってなくても面白そうだなと思うんだけれどもね、 SF 好きな人だったらねこれ絶対面白いと思うストーリーなんでね、ぜひワンの方をやってみてほしいなと思うんですけれども、それじゃあね今日はこんな感じで終わりにしたいなと思います。ご視聴の方ありがとうございました。またねなんか新しいニュースとか、これからさっき最初に紹介したゲーム類はね全部追っかけていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録とかねよろしくお願いいたします。それではラビットでした。皆様の良きホライゾンライフをお祈りしております。それじゃあまたね。